はいえーとね、本日はね、えー、250TR の、えーとね、ちょっと前から、えーとね、キャブのセッティングをしてまして、でえー、とネットで結構昔の、ね、記事を見つけて、それちょっとマネして結果いい感じだったんで、ちょっと紹介しようと思います。で、えー、今からキャブのねあのメインジェットと、ね、ストロージェットを交換するんですけども、 この景品の丸台のメインが125番これはパイロットジェットですねえこれが38番ですねでもこれはもう交換してるんですけど今はもう出来上がってる状態なんですけど一応あのー、やる手順というか僕がやった方法でえー、っと再現してみたいと思います まずね、えーと、キャブのこの下側にこういうね、z ットリーがついてるんですけども、いちいちね、これちょっと外すん、結構大変なんですね、エアクリーナー外したりとか、結構手間かかるんで、えー、と,とりあえずこのアクセルワイヤーをね、まず緩めます。アクセルワイヤー変えてるんで1本だけなんですけど、ノーマルは、あの戻しが2本あると思います。 で、えーっとね、このキャブをつ、ね、なげてるホースの、ね、バンドもここを緩めます。それとね、このチャンバー内に、えー、ガソリンが溜まってるんで、えーっと、ここをドレインを緩めてガソリンも抜いてます。今、ガラッポの状態になってます。で、まああのー、私のここ、ホースつながってるんですが、ノーマルはこれホースがないんで、ここからダダ漏れになるんで、何か受け皿か何かでガソリンを抜いてください。 でここを緩めたことによってで、えー、ワイヤーも外したんでキャブがねクリーンと横向きますじゃああとはこのね下のねネジを緩めればこう下が開くんで こんな感じで外れますで古い車体だと、ね、長く、あのー、キャブをばらてなかったらここら辺とかね結構汚かったりするんでこの辺も清浄してくださいであとこのゴムパッキもねできればついでに交換した方がいいと思うんです結構ガソリンが漏れたりするんでであとは、えー、ここにメインジェットがあるんでこれを ちょっと大きいねマイナスドライバーでこれも古い車体だったら固まくなって外しにくいものがあると思うんでこれも慎重にね外してくださいあとはもうねこれを付け替えるだけなんで買ったやつと交換してくださいこことあとこの横に,横にもね穴があって奥底に このパイロットジェットっていうのが入ってるんで、これも交換してください。ちょっとね細身の長いドライバーがあります。私のはまあこんな感じのドライバーでだい、えー、外しました。これ、ね、深いところに出るんで、これも舐めるともう外すの大変だと思うんで、これも強制で作業してください。 こんな感じですねこれも交換したものなんで交換してください。いあとここにあのー、エアスクリューが入ってるんでこれノーマルだと、えー、軽く目いっぱい締め,て締め込んでから、えー、2.5回転戻すっていう感じの規定になったと思うんでこれもね結構汚れてたりとかすると。 なんか不具合起こすみたいなんでこの後ここにバネとかパッキンとか入ってるんで失くさないようにしてくださいもうこの先っぽにねちょっと黒い点がついてるんでこれちょっと磨くとまずいんでちょっと、えー、キャブクリーナーにつけます結構ね黒い先っぽにね黒い点がついもうねついてるんですけどねこれちょっと汚れ落としますこんな感じですねこのエンジンコンディションをねこれにつけ込みましただからパワーヒルターに 変えるのがあまり気が乗らないんで、一応ノーマルのエアクリーナーを使ってのキャブセッティングになります。で、えー、ノーマルのエアクリーナーをいじったんここですね。これを結構ねちょっと古いバイクだと硬くなってやりにくいんですけど、えっ、ー、とねここが本当は繋がってるんですね。ここ全部なんか豚の鼻みたいになってるんですけど、それを全部カッターでカッターとニッパーで切り抜いて。 あとここにもねスカートついてるんですけどそれも切り落としましたこれで少し吸気効率が上がるみたいなんですよでこれをまた、えー、元に戻すっていう感じなんですねほん、まあ、軽く削った程度でまああのー、上手な方は多分綺麗に加工できるとは思うんですけどまあ結構ゴムなんでねあの怪我に気をつけてカッターでやってください一歩が。 ちょっとね、黒ずんでたのがちょっと分かりにくいですけど、一応きれいになったんで、えー、また装着していきます。えー、軽く締め込んでから、えー、ノーマルが2回転半戻すんですね。で、僕が、えーね、2回転半から3回転の間で調節取ってますで、調子良かったのが、 3回転だとちょっと回しすぎな感じでえー、っとね2.7とか8とかそんな感じですねイメージはちょっと戻していきます2回転ですねで2.5ではい、この辺ですねで調節すのまあこれはあのー、結構ね 4分の1回転とかで調節するとかなり回しすぎな感じするんで本当にねちょっとでもね結構変わりますあ天気の日天候とかねあと本当にあに寒かったりとかで結構変わってくると思うんですよねでこれいじり始めると結構ねあのすごくはまると気持ちがいい時があってそれが忘れなくてちょっとちょこちょこいじってるんで出かける時結構マイナスドライバー持って出てますねこれも多分車体に寄ったりとかいろいろあると思うんでこの辺はちょっと自分の好みで。 えー、探ってみてくださいこれでまた、えー、戻していきますで掃除してるときにちょっとねあのちょっと磨い,磨いたりとかしながらでこれまた戻していきますであのパッキンこれあのガソリンとか使かると本当にもうすぐだめになっちゃうんで気をつけてください今一度外して中、えー、きれいにしてますでえー、っと もともとついてたネジがもうこれね黒くなっててでプラスネジでねちょっとなめやすいんで、ね、ちょっと分かりにくいですけどステンレスのねキャップボールト六角で外すタイプですねに交換します。これだとまたなめにくいし外しやすくなると思います。 こネジもあの、サイズをあのパーツリストで見てあのホームセンターでいけば手に入るんで安いですしねネジはな、まあ、めて外せなくなるのよりも前に交換するのがベストかもしれないですね まず軽くね締めていきますあとは元に戻します ここにね、ちっちゃなあの出っ張りがあるんでこことへこみを合わせてください。であとは、えー、こっちのね向こう側からバンドを締めます。 今の手順で、えー、とメインジェットとね、えー、とパイロットジェットですかねは、えー、交換してで、えー、とノーマルのヤクリーナの、えー、吸入後ですね空気吸うところを加工したって感じですねでえっ、ー、と乗ってみた感じがねかなり出足とかの,その力強さとあと前までそのノーマルの状態で乗ってて、えー 山の中にね入っていったりとかすると結構長い緩い坂道だとね結構5速で走ると結構きつかったんですよねで4速に落として加速してでまた5速に入れてっていうのを繰り返してたんですけどこれだと結構ね5速のままなんか50キロ50キロちょっとぐらいで走ってたらまたアクセル開けたらそのままぐいぐいと走っていく感じの力強さはあるんですごく、えー、乗りやすくなりましたね。 そうこのバイクリアノスプローケを2丁小さいのにしてるんであの加速よりもねあの最高速伸びの方を重視したセッティングなんですよねなんかそのノーマルだと結構ギア比が高いっていうんかなその街中でギクシャクする感じやったんですよねあのパワーがないけどもそのパワーがあるよっていうような雰囲気を出してるんだと思うんですけどもまああとあのオフロードとかね走る時に走りやすいようにとはしてるんでしょうけど。 街中だとね、ちょっと加速が出足とかキュッとで加速してでまた減速してっていうのですごいあのー、なんか機敏な,機敏なのかちょっと世話しないっていうんかなそういう感じの運転だったんですけどまあリアを2丁小さくしてであのー、まあ若干出足はもたつくんだけどまあまあのんびりとでそれなりに回転数が低くても まあだたででっかあ今回そのキャブのねセッティングを変えたことによってもう結構出足からねこうクラッチをちょっとその前は,前は少し慎重につなげてたんですけども今でそんなに気にせずにクラッチ離しても全然バイクのエンジンがこう粘ってくれるっていうかねでシフトのつながりもあのー。 1速か2速に変えるときのそのグンってくる加速感があのすごい力強さがあるっていうのかなうんそうすごい低回転からのね力強さがあってすごく乗りやすいっていうか何だろ安心感っていうのかなそういう感じがしますね今すごい気に入ってるんで本当ちょっと遠出したいなと思ってますねノーマルのマフラーじゃないんで今そういう結果なんですよねちょっと まあ環境によってはまた違う結果になるかもしれないんですけども結構自分ではすごくドンピシャというか街乗りプラスちょっとにに行くにはいいいかもしれないセッティングですねまああのーノーマルのエアクリーナーを使ってちょっと力強さが欲しいなって思う方はちょっといっぺんねあのまあ自己責任の範疇なんですけどねその,あの一度ねちょっと挑戦してみても面白いかもしれません。 ガソリン扱うんでね、あのー、火事とかね、そういうのには気をつけてもらって、うん、で、またちょっと、新しい、なんか自分の TR が少し力強さが欲しいなと思う方は、ちょっとね、やってみても面白いかなと思います。うん、では、えー、本日のご視聴ありがとうございました。